愛は、三菱自動車工業が2006年から2014年にかけて販売していた軽自動車である。2003年のフランクフルトモーターショーに出展した同社のコンセプトカーが原型となっている。近年の軽乗用車としては珍しく、5ドアのボディでありながら、エンジンをリアミッドシップマウントし、高効率なパッケージングを取りながら、重量配分の最適化により、操縦安定性。 走行性能を高めている。かつて経営の提携関係にあったダイムラークライスラーのスマートの技術ノウハウが活かされていると思われがちであるが、プラットフォームは三菱自動車の独自開発である。先行開発は2000年、正式な開発は2001年1月から始まっている。途中2度も開発が停止する事態に陥りながらも2004年の ダイムラークライスラーとの提携解消後の再建計画の中で最終的に商品化に向けての開発が認められることになったという経歴を持つ。三菱自動車の軽自動車では派生車を除くと EK ワゴン以来4年3ヶ月ぶりのニューモデルである。愛の開発は2代目パジェロでプロジェクトエンジニア、現プロジェクトエグゼクティブである福井治務が手掛けた。 コンセプトは、居住性、衝突安全性、斬新なデザインを統合した、プレミアムスモール。三菱がパジェロミニで洗弁をつけた、プレミアムな付加価値を持つ、軽自動車を発展させたものである。ダイムラークライスラーとの提携以前より企画され、2001年から開発がスタートしたが、そもそも競合車種がないゆえに需要があるのか、市場はあるのかを、 経営陣に納得させることに苦労したとされている。2003年頃には経営難から開発が一旦停止されたものの半年後に開発を再開した際のモーターショーでの発表において手応えを得たことから開発は加速したという。しかし、提携先であるダイムラークライスラーの商品であるスマートの市場とバッティングするという理由から2004年初頭に開発が 再度停止されてしまう。当時、提携関係にあった、ダイムラー・クライスラーの企画本部長を、1日、中継自動車に乗せて、東京を案内し、狭い路地に入っていける、利便性や軽自動車の意義を理解してもらうことなど、商品性を理解してもらうよう努力が払われたが、それがかえってやだとなった格好である。その後、ダイムラー・クライスラーとの提携解消後の、 再建計画の中、同年5月に新しい三菱を象徴する先進的な車として商品化が認められることとなった。自動車業界の傾向として新車開発期間が大幅に短縮される中、途中2回も開発が停止したこともあり、5年の開発期間をかけての発売となった。発売当初はターボエンジン搭載モデルのみをラインナップし、 車両本体価格は128万円以上だった。2006年10月に自然吸気エンジン搭載モデルが登場し、2009年8月発売のサイレンカ、リミテッドに WD は99.8万円から購入できるようになった。もともと高価なモデルではあるが、エンジン形式、駆動方法を別とすると、メーカーオプションの範囲が狭く、グレード間での差異の少ない車である。 こと安全装備に関しては、全グレードがほぼ共通であり、唯一フロントディスクブレーキの小道だけ、ターボエンジン搭載モデルが1インチ大きいのみとなっている。生産は、岡山県倉敷市の三菱自動車工業、水島製作所で行われていた。2台の愛信機に開発された、直列3気筒 DOHC12 バルブ、可変バルブ機構マイベック付き3バイト20型。 自然吸気、または、インタークーラー付けターボエンジンを搭載する。ターボは、低回転域からトルクが発生するようチューンされている。このエンジンのダイムラーへの供給契約が締結されており、排気量を 999cc に変更して2007年、モデルチェンジの次期型スマートに搭載している。リアミッドシップを採用することで、ホイールベースは2012年12月現在、 既存の軽自動車としては最長の2 5 5 0ト、mm、ルである。フロントにエンジンがないことからステアリングの切れ角を大きく取れ、ロングホイールベースにもかかわらず最小回転半径は4 5ルとなっている。国内の軽自動車では唯一後面オフセット衝突にも対応している。 エンジンを45度傾斜させた上で、リアアクスルに乗せるような形でマウントすることで、広い室内空間を実現している。独特のエンジン配置によって、荷物室の床の地上高は約70センチと他社より高めである。そのため、積載空間は他社より若干狭い。荷物室の床には、防熱対策が施してある。 エンジンのリアミッドシップレイアウト、同じ三菱製の小型乗用車コルトよりも長い、ロングホイールベース、体型の15インチホイールの採用によって、従来の軽自動車に比べてシャープなハンドリング特性を持つ。2006年10月のマイナーチェンジで、フロントにネガティブキャンバーを付加したセッティングになり、さらに軽快なハンドリングが体感できる。自動車評論家の中にも、 この独特のハンドリングを評価する声が多い。エンジンがリアにあることで構造上ブレーキング時にノーズダイブが起こりにくく、四輪に均等に荷重のかかった非常に安定したブレーキングを可能としている。関連特許を持つホンダからの技術供与により、運転席下に燃料タンクを置くセンタータンクレイアウトを採用している。全高は1.60メートル。 都心の機械式立体駐車場に多い1.55メートルが上限の場合は侵入することができない。二輪駆動モデルは後輪駆動。四輪駆動モデルはオンデマンド方式フルタイム 4WD システムでビスカスカップリング式フルタイム 4WD を採用し、路面や走行状況に応じて後輪から前輪に駆動力を最適配分。 滑りやすい路面でのスムーズな発進、加速と優れた走行安定性を得ている。後輪荷重が多くかかるため安定性を重視し、ミッドシップらしい軽快なハンドリングの両立のため、前輪145、65R15、後輪175、55R15 と後輪に体型ワイドタイヤを採用した。タイヤ系が異なるためにスペアタイヤは搭載されず、 パンク修理キットが搭載されており、スタッドレスタイヤも前後2本ずつ購入することとなる。市販型の愛の原型となった同名のコンセプトカーは2003年の第60回フランクフルトモーターショーにおいて初公開されている。エンジンレイアウト、サスペンション機構は市販型と同一であるが、軽自動車ではなく排気量 1000cc のコンパクトカーとして発表されていた。 エクステリアデザインは、リアウィンドウがルーフ側にまで回り込んでいることと、細部が幾分未来的なデザインにされていることを除けば、市販型とほぼ同一のイメージであるが、外寸は全長三千五百十六全幅1五百五、全高千五百十四ミリメートルと一回り、大きく、低い。車体構造もコンセプトカーらしく、アルミ製スペースフレームに樹脂製のパネルを組み合わせて、 さらにサスペンションやブレーキローターとキャリパーまでもアルミ化することにより、リッターカーながら 790kg の軽量ボディを実現している。空気抵抗削減にも気を配り、CD 値は 0.2E4 に達している。エンジンはアルミブロックの 1000cc3 気筒 DOHC12 バルブ、9排気とも可変バルブタイミング機構マイベックを採用しており、さらに、 アイドリングストップ機構を備えている。最高出力は 68PS6000rpm、最大トルクは 9.4kgm3500rpm を発生する。これに CVT を組み合わせて3リッターカーの基準を満たす CO2 排出量 89gkm を達成するとともに排出ガス規制でユーロ4を達成することにより排出ガス 年費とも FIA エコテスト史上初の5つ星を取得している。AI、I、およびイノベーション、イマジネーション、インテリジェンスの頭文字から。2008年12月から追加されたシングレード、ビバーチェとは、イタリア語で生き生きと活発にを意味する。ありがとうございます。